ただいまより、桜松雪プレゼンツ、夜のツタンカーメン、開演いたします。なお、この番組は、アホになってください。笑ってください。大爆笑してください。アホと素直と行動力が、世界を救う、夜のツタンカーメン、開演です。 はい皆さんこんばんはこんばんばは今週もやってまいりました「夜のツタンカーメン75億光年に一人の実在桜松幸」とアシスタントのギャオでございます今週もどうぞよろしくお願いします,ますはい月日が経つのは早いですよギャオちゃんもうあっという間に2月です2月ですね節分の季節がやってまいりましたね私2月って大好き本当、うん、もう福は内ギャオは外の時代ですからね本当にね <laughs> ギャオは外って <laughs> <laughs> あのですね、はいあのー、ちょっと僕はここで皆さんにねちょっとお伝えしたいことがあるんですよ、はい、もうこれね、皆さんぜひ心がけてほしいなと思うことが、まあ、悲しい出来事がありましてね、2016年12月の2日にね、とあるところに公園で呼んでいただいて、はい、まあそこで公演させていただいたんですよ。はい でね、まあ、この主催してくれた女性の方がとても、まあ、優しい方でね、うん、まあとても素晴らしい方ですよ、まあまあ、魅力あふれる、まあ、元気あるとても素晴らしい方でね、はい、まあ僕の講演会を12月2日に講演し主催をしてくれて桜野、はい、さんまた来年お願いしますねと言って、まあ、ハグをしてこう別れたわけですよ、はい。したらその方がね、うん、10日後に、ね、亡くなったんですよご病気 いや病気じゃないんですよ、あのー、脳梗塞でね急<に>、うん、51歳ですから若かったですね、はい、いすねもう僕もね、これがね、ちょっとも悲しくて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 、はい、人間ってこうもあっという間にいってしまうのかというね、突然ですから、まあ、脳梗塞、心筋梗塞なんていうのは突然行かれてしまうじゃないですか。はい まあなんでこんな簡単に人は行ってしまうんだってことで僕はもう、まあその方ね、すごくやっぱり人徳のある方でね、でも仲間が多いですよ。はい。まあ仲間多いですからもう葬儀に僕も行かせてもらいましたけども、まあ本当にすごい人数でしたね。でまあもうね、みんな号泣していて仲間が多いですからね、まあまあそういうのを見てるとね、まあ僕も涙が止まらなかったですけれども、はい。まあここでね、 まあ、その方は脳梗塞で亡くなってきましたけども、うん、まあ僕調べてみたんですよいろ,いろねこの脳梗塞ってやつは一体何なのかと、はい、で実はその方はね前日のフェイスブックでね、うんうん、頭が痛いですって返してたわけで,んで頭が前兆があった必ず心筋梗塞脳梗塞っていうのは、うん、事前に必ずお知らせってやつが 絶対に来るの。もう予兆が絶対来るのよ。うん、だからこの予兆の時に病院にさえ行っていれば、うん、亡くならずに絶対に済むわけですよ。うん、だからこのサインっていうのを僕ちょっとここで話すので、ぜ、ま、ひ、あ、覚えておいていただきたいなと思うわけですよ。はい、だってね、この心筋梗塞あ、脳梗塞、脳卒中ってやつが亡くなるのは、なんと日本人の死因の中の4位なんですよ。はい 高いですね。高いですよ。そして信じられないことにね、うん、この脳梗塞、脳卒中で亡くなる方が5分に1人いるんだよ。多いですね。だからもう今こう、ギャオと始まって、もう多分まだ5分も経ってないけど、もう1人亡くなるわけですよ。すごい確率で。だから、僕の中ではもう完全に他人事でしたよ、この脳梗塞、脳卒中で亡くなるなんていうのは。でも、これね、他人事じゃないですよ。他人事じゃないです、ね。全く他人事じゃないですね。はい。で、もう、 フェイスブック開いた時にね、もう最近でもね、うちの母が脳梗塞で倒れました、今から手術です、みたいな感じの投稿とか、うん、あの、ずっと元気だったうちの父が脳梗塞で倒れて急に亡くなりましたという投稿がね、もう2件見たんですよ。うん、だからね、今までこう気にしてないがゆえに、なんかスルーしてたけども、実際に自分のこう仲良かった方たちがこう亡くなっていくと、あ、これ本当に他人事じゃないなって。 っていうのをすごく思って、はい、でこのやっぱりどんな病気でもそうですけども、必ず予兆ってやつがあるわけですよ、はい、でちょっと言っときますので、まあ、これ、ぜひ、うん、まあなんかこうあった人はね、ね僕、すぐ病院でって検査してほしいと思いますね、はい、まあ頭が痛いっていうのも,もうそうなんだけれども、はい、やっぱりこの、口がね、ろ列が回らなくなるときあるんだって。あ、はい、あのー、まあ 僕はいつも滑舌がいいから分かんないけども、ろれつがうまく言葉に出せないくなる失語症みたいな感じで、喋りたいけど言葉が出てこないとか、うんあのー、なんかね、顔面麻痺とかあるんだって、しかもそれ、ね、右とか左とか、その人によって違うんだって、うん右が痺れるとか、左が痺れるとかね、はい、あと、片方の手足に力が入らないとか、うん、急に突然、手が痺れるとか。うんうん で、例えばご飯食べてる時とか、急に手がしびれてきてね、力が入らなくて箸がポロって落としてしまうとか。うん、あと、目が、目に来る人も結構多いみたいなのね。ねあの、急に霞んで見えるとか、うん、物が二重、三重に見えるっていう人もいるんだよね。はい、あと、目の焦点が合わなくなるとか。うん、あと、思ったようにこう字が書きたいけど字が書けなくなったりするんだって。うん、もうこういうのはね、もう脳梗塞、脳卒中の予兆なんだよ。うん、だけど、これが立ち悪いことにね、 ちょっと時間するとね、治るんだって。あ<ー>だから何事もなかったかのように過ごしてるでしょう疲れてたのかなそうそうそう。そうすると、うん、早い人で2、3日後に爆発するんだって。いやそうですか。だから必ずそういう予兆が起きるんだって。うん、で、それが何事もなかったかのように治るから、みんな忘れてしまって、うん、何日か後に爆発し、 もう手遅れになっているという状況なわけですよ。だからこういう症状があったときは、まあ一刻も早くね、えー、病院に行ってほしいなっていうのは僕はすごく思うんですよね。はい、まあなんでこのツタンカーメンでちょっとお話をさせてもらいましたけれども、やっぱ自分の身、それから自分の家族ですよね。うん、あの、自分のお父さんお母さんとか、えー、この兄弟の方とかこういう症状があったときに、はい、ぜひ、 それお母さん、それお父さん、ちょっとそれ脳梗塞の疑いあるから病院行こうとかね。うん、ぜひ言ってほしいんですよね。うん、で,ねでね、結構やっぱりね、あのー、この脳梗塞、脳卒中とかね、若年層にね、結構もう増えてきてるっていうんだよね。だから30代、40代とかでも、もう安心できないんですよ。いらっしゃいましたよ、私の知り合いでも。ああ、やっぱりいますかね。うん、だからもう、明日は我が身ですから、まあこういうことがあったら僕はもうすぐに病院に行ってほしいなって思うわけですよね。はい。 まあえーまあ、とてもいい方でしたのでね、えーまあ、天国に行ったらまた一緒に会えるかなというふうに思うんですけどもね、うん、まあまあ、そういう話はあったというだけでね、はい、まあちょっとその話はもう終わりたいと思いますけれども、はいあのー、最近ね、僕、感動する話がすごく多くてね、うんあのー、やっぱ僕のところにこういろんな人生相談来る方がこう入れ替わり、立ち代わり、たくさん来る中で、はいえー、やっぱり僕が言ったことにね、僕素直に。 聞いてくれて、行動する、してくれる人がね、こう、いるわけですよ。はい、で、やっぱりね、行動したらみんな変わるんですよね。だから僕、すごい行動してほしいな、というふうに思うんですけども、うん、最近ね、僕、本当に心の底から感動した話があってね、はい、えー、まあ、一人の女性の方、あーが、まあ、様々なこう人生相談をされてる中で、はい えー、まあ僕はいつも言うのはやっぱりこう物を手放していきましょうねって。家の中どうですかって。床面積は見えますか、うん、で、まあ大体床見えない方が多いわけですよ。こう、のべつ幕なしいろんなものが置いてあって床面積が見えない。まあそんな人は是非、ぜひ、はい、いらないものあるでしょって。うん、もう家の中にあるもの8割はもう使ってないわけですから、その使ってないものはもうもったいないなんてないからもう全部手放していきましょうと。はい、そして床面積をすっきりくっきり爽やかにして、その床面積を 広くしたら床を磨きましょうねって。もうこれで家の運気は結構上がってきますよ。家をパワースポットにしなければ、ダメですよという話を彼女先にするわけですよ。うん、で、わかりました。桜庭さん捨てます。って言って結構,結構手放していくでしょ。うん、で、まあもういろんなこう相談されるときに、そしたらどうですかね。あの、引っ越しとか考えてないですかって言うと、いや、私実は引っ越ししたいと思ってたんですって。うん、あ、それはちょうどいいですね。そしたら、 千倍木っぽいに引っ越しましょうって言って、うん、その人素直だから、本当に千倍木っぽいに引っ越しをしたんですよ。素晴らしい。素晴らしいでしょ、うん、物を手放し、うん、そして千倍木っぽいに引っ越していった。うん、その人はね、何が欲しかったって、とにかく彼氏が欲しかったのよ。うん、もうとにかく男。男が欲しい、ね。<laughs> もう去年の2016年の最後の方のもう。<laughs> 途中まですごい大事に紹介してくれてたのに。<laughs> いいじゃないですか別に男が欲しいいいじゃないですかね去年の2016年の年末もなんかあのアラフォーの悩みあやりましたねあれなんかギャオが乗っかってきてねイケメンイケメンイケメン言ってましたけどもイケメンはついてないから大丈夫だよ分かったでね あのー、まあ、その方も男が欲しいんですと言ってて、うん、ま、物を手放しました。はい、引っ越しをしました。はい、ってね、やっぱりその方はね、あのー、まあ、このラジオを多分聞いてると思うんですよ。うん、まあ聞いてると思うので、あんまり声を大にして言えないんですけども、特別、容姿が美しいわけではないんですよ。はい。ま、ごく普通の方ですけれども、うんうん この方相撲のチケットを相撲のチケットでいい席を取れませんかって言われたんだって<ー>これギャオがもし頼まれたらどうする、うん、相撲のチケット欲しいんですけどいい席取れませんかってギャオがもし言われたら聞いてみますみたいな感じかなあ聞いてくれるのれ誰かいるの相撲のチケット取れる人が 聞くのはただですからねでそういう頼まれごとってさ結構あるじゃないああうん相撲のチケットとは言わないけど自分がそんなの知らないようなことを頼まれることって頼まれるというかまあこういう感じだよねだからこれが売ってるとこ知りませんかとかさ、うん、そういうのってあるじゃないでその彼女はね、うん、やっぱ僕を常日頃からね見てて思うけどやっぱね人のために動く人なんだよね、うん、すごく だってねこの「相撲のチケット取れませんか?」って言われて別に自分は相撲好きでも何でもないしさ、うん、見もしないけどとりあえずその人が欲しいって言ってるから、うん、自分の知り合いのね居酒屋のママが相撲命な人がいるんだって、うん、だからわざわざ電話とかじゃなくその居酒屋さんにまでその人わざわざ行ってんのよ。うんうん、行ってママに「その相撲のチケット頼まれたんだけどママチケット取れませんか?」 ってときに「あ,あの相撲のチケットなら私の友達に頼めば取れるからあの今ちょっと電話してみるね」って言ってそのまでママさんが電話してくれたんだその人に、うん、そうしたら繋がらなかったんだって、うん、で繋がらなくてで多分折り返しの電話すぐかかってくるから「ちょっとあんたそこで飲んでないよ」って言って、うん、あのその居酒屋さん結構小さな居酒屋さんらしいんだけどもその席にね一個席が空いてて。 あのそこ座ってちょっと飲んでないよって言われて、うん、ちょっと飲んでたんだって、うん、で飲んでたらね隣の席にもうめっちゃイケメンがいたんだってわもう超イケメンがいて <laughs> 超イケメンがいていいですねでもその方、うん、絶対に喋ったら好きになるって思ったんだってそんなに好みだったんですか <laughs>、うんうん 僕この気持ちすごくよくわかるんですよ。うん、これね、もう振られまくった人は絶対同じ心境になるんだよ。うん、もう振られまくってきた人って、このまま喋ったらこの人のこと絶対好きになって自分は傷つくからって言って、引く気持ちって僕すごくよくわかるんですよ。あでも私もわかりますよ。いるじゃない。うん、この人喋ってたら絶対好きになっちゃうって人。うん、だから自分は絶対やめとこって自分の中でこうベルリンの壁みたいな高い壁を作るわけですよ。<laughs> 防衛しないと、ね、防衛しないと大変ですよ、もう下手に優しくなんかされたら、<laughs> もう行きたくなっちゃいますからね、そうですねすねごいわかるだから彼女もそこでブレーキをかけて、うん、もうベルリンの高い壁を作るわけですよ、もう絶対もう、こっち来ないでみたいな、うん、そうしたら、3人で飲んでたんだって、隣の席で、1> うん、で1人で飲んでるから、隣のおじいさんみたいな人が話しかけてきたんだって、うん、お,んおじいさんのの方が話しかけてたんだって。<laughs> で、彼女ものすごく明るい人なんですよ。うん、ものすごくか明るくて、そのおじいちゃんとの話がめっちゃ楽しかったんだって。うん、めっちゃ楽しいからおじいちゃんと喋ってたら、今度そのイケメンまで入ってきたんって会話に。イケメンは入ってきちゃダメですよ。そう。うん、イケメン入ってきちゃいけないのに、うん、入ってきちゃったんだって。うん、そうしたらまたこのイケメンと喋ってたら、もうこのイケメンが超いい人なんだって。<ー> <laughs> イケメンはいい人なんですよ。 意気投合しちゃったんだってもうその場でその隣の3人組とだから居酒屋って好きなんですよねその方と意気投合しちゃっていいそれでねその飲みが終わった時におじいさん2人は帰ってその方と2人でじゃあまだちょっと早いからカラオケでも行きませんかってイケメンから誘われたんだってすごいすごいほんでカラオケ行って朝の5時まで歌ってたんだってえー そしたらね、普通はもう、普通はもうそこで終わる、終わるじゃないですか。はい。じゃあ、じゃあまたねって、もう二人別れてバイバイするでしょうん。で、もう彼女からは絶対連絡したくなかったんだって。わかる。<laughs> え、それ、わかるってど、どの意味でわかるの言い続けて。それ、プライドの問題なの何の問題なの違うよ。だん、なんか、うまく送れなそうだもん。うん、だからもう彼女も。そう。 だからもうホントキモいの送っちゃいそうだからうんだからもう <laughs> で彼女から連絡できなくてそう連絡くるといいなってでももう深入りしたら私が傷つくだけって思ってたら、うん、なんと彼か,から連絡したんだって、うん、また今度ご飯行こうよってっ<で>いいよでもちろん「えー、はい喜んで」みたいな感じでしてその二人 付き合ってんですよ。あら。超ラブリーなんですよ。僕はこれを聞いた時に、僕はもう感動するわけですよ。何に感動したかというと、人のためにそこまで親身にやる人ですよ。だからそういう人に神は微笑むんだってこと。そして、やっぱり人生は頼まれ事なんですよ。 だからその頼まれたことにどこまで真摯に向き合えるのかどうかってことを常に試されてるってことを僕はすごく感じたわけですよ。だって普通しないからそこまで。質問。はい。チケットどうなったんですか知らないです。<laughs> 私そればっかり気になってるんですけど。チケットは今度聞いておきますよ。だから人生は頼まれ事なんですよ。 頼まれと果たしてないじゃないですかいやきっときっと電話かかってきてチケット取ったはずですよ相撲のチケット私はもうそこが気になっちゃって,だってそこカラオケ行くなよとじゃあ多分どうなったのといや多分,や多分もう相撲のチケットはも手配済みですよ、まあ、手配済みう出てこなかったけど何らかあ,あったんですよね気が付いたなりそうそうそうだからもう相撲のチケットはも取れたんですよだから <laughs> 人生は <laughs> 頼まれ事なんですよ。だから、やっぱり相撲のチケット取れますか言われて、わかんないよ。わかんない。わかんないけども、普通はね、だからギャオみたいに、<laughs> あ、じゃあ聞いときますね、と言って、聞きゃしないんだよ。<laughs> 聞きゃしないの。たその場をうまくごまかすけども、だからその頼まれ事の中に、その背後に潜んでるものが、 とんでもないものが常日頃隠れてるってことですよいやでも今日イケメンが隠れてるかもしれないって聞いたからそうですよねイケメンが隠れてる可能性があるんですよすごいもうだから人生に無駄なことなど何一つないんだよだからそこに愛があるのかってことだよ心にダムがあるのかってことだよ人のために泣けるダムの深さが浅いのかってことだよ深いのかって だからそこを、これから、すべての頼まれごとに、真摯に、やってみるってことだよ。だって絶対に相撲のチケットありますかって言われたって、多分僕も、じゃあちょっと聞いてきますよって僕も聞かないよ、きっと。ななんか、あの。だって知らないもん、<や>相撲の関係者。もうちょい、なんか、もうちょい近かったらまたあれです。でもね、最近思うのは、やっぱそういう、 頼まれたことにちゃんと答えられるような自分でいたいなとは思ってて、はい、忙しすぎて無理な時がな、はい、忙しすぎて無理みたいなの3年ぐらいもっとか続けちゃってるんで、はい、やっぱ聞いといてどうにかなる問題だったらや多分やると思うんですけど、はい、イケメンが出てくるまでのこう力をかけられるかっていうと、<laughs> そういう毎日じゃないんですよ。多分そこが問題なんですよ。それは問題ですね。そう。だからもう本質は、 頼まれごとの後ろに隠れてるわけですよ。自分の欲しいものは全部頼まれごとの後ろ。だから頼まれやすい自分で演出していなければならないわけですよ。だから頼まれごとをされるためには、うん、いつもニコニコしている、いつもご機嫌でいるってことを心がけていれば、絶対に頼まれごとは始まるわけですよ。私もね、隙間をちゃんと作りたいと思います。はい、作りましょう。もうぜひ2017年、うんうん、ぜひ、もうギャオも、 イケメンをゲットしましょう。いい。ねえ。出て,てきた。ねえ、髪の毛もバッサリさ。<laughs> ああう切って瀬戸内弱小みたいになったし。そうですよね。違うよ。違う。全然適当です、ね、適当。まぁ、あ、せっかく髪の毛もバッサリ切ってイメージチェンジしたんだから、2017年こそは、頼まれやすい自分を演出して、うん、その頼まれことを真摯にこなしていけば、上から見てる人は、絶対に欲しいものを与えてくれるんだよ。だから、うん 奉仕の精神ですよ。だから、今週のキャンペーンは奉仕の心。<laughs> なるほどね。だからこれから毎週キャンペーンで発表していこう。まあ、今週は奉仕の心を持って、真摯に、まあ、一日一前じゃないけども、目の前に人に喜んでもらえるために、自分が何を奉仕していけるのかってことを考えて、うん、ぜひ行動していってほしいなというのは僕はすごく強く思うんですよ。 いいですねいいでしょうだってその頼まれごとの後ろにはさ隠れてるんだよ何かがイケメンイケメンうん、うん、ねだから絶対にね僕はやってほしいなと思いますよまあまあねいろいろありますけどもね <laughs> まあ本当頼まれごとですよ人生は頼まれごと質問いきましょうかあ質問あ,あはいいいですよはいえー、じゃあまず一つ目はいあなたの名前とオーラから必要なメッセージを送ります、はい、のセッションをしました 自分がされたみたみいいいでですすね、はい、好評で次もやっっててこうと思ま書と書くと書いて書とポエムのコラボレーションした作品を高校の時からやっていたので、はい、それを紙に書いてお渡ししています、はい、悩みではないのですがセッションをするために必要な価格や場所などパワーストーンのお店の経営から何かヒントが知りたいです よろししくお願いいたしますご自身のコンテンツのことですねじゃああれですかねよく駅とかにいて座ってあなたの目を見て言葉を書きますみたいなことをやってらっしゃるんだろね。うん、まあ近いですよねあの降りてきたものをちょっとポエムでお、はい、渡しするっていう。 あ僕もねあのスタイルはすごくいいと思いますよねご信託スタイルみたいなもうねあのどっか座ってあなたの目を見て書を書きますとかあのスタイルあのスタイルこそ運なわけですよ、うん、あータクシーの話みたいになってきた、うん、だから、ね、<laughs> 運あれすごいですねだから運しかないわけですよ、うん、だから僕はその人ももちろんどっかに座ってやるのもいいですし、うん、やっぱりそういうことをねやっぱり 宇宙から必要とされるのであれば、うん、必ず頼まれ事が始まるんですよ、うん、だから僕は初めのうちはボランティアでやりまくってほしいですねああ価格設定とかじゃなくてもう価格設定ではなく、うん、宇宙が必要と思うのであれば絶対お金もらえるようになるから、うん、初めはボランティアで僕としてはもう5000人やりましょう5000人5000人だそうですだからこの5000人というのは深い 意味がある数字なんですよだから五千ど0は何人もの師匠に言われましたよ、桜くらば5000回やれとか、5000人やれとか、だからこの5000という数字は、見えないものが見えてくる数字なんですよ。うん、でも数字、嘘つかないですからね。そうです、数字は神ですからね。うん、だから、これをとにかくや、もうやりまくっていけば、うん、絶対に宇宙が必要と思ってくれたのであれば、絶対どこから声がかかるから、その時にお金もらえるようになるんですよ。 なるほど。だから僕も初めね、あのー、まあ、自分は講演したいなんてこと思ったこと一回もないけども、坂野、うん、さん喋ってと言われて、うね、もう全部ボランティアで喋りましたよ。オタク訪問して始まったそうですよ。もうオタク訪問まで、うん、もう本当にオタク訪問ですよね。うん、もう何軒の家もあったか分かんないぐらい人の家行きましたよ。ね、っ,ってましたね。だって、ね、交通費もくれないからね、自腹で全部行って。で、たまに、あのー、お弁当代とかも払って食べてましたからね。うん でもそんなのが多分僕1年ぐらい続いたような気がしますよ。1>, 1年ぐらい続いて初めて交通費がもらえるようになっていき、ご飯を出してもらえるようになり、そして一番初めにもらったお金が、一人500円もらうねって言われて10人来てて、5000円もらったのが僕初めてもらったお金なんですよ。その重みったらね。そうそう、多分1年ぐらいは僕やってたような気がしますよね。だから必要と、まあ、その人が本当に必要とされてるのであれば、必ずお、うん 誰かから頼まれるのでやっぱりこの頼まることが来るまでボランティアで僕はぜひやり続けてみてほしいですねはいそうですもう一個行きたいです私の娘が保育園に通っていますが入り口のセキュリティが甘く昨今治安も悪くなりいつ何が起きるのかわからないので幼稚園保育園にきちんとセキュリティをしてほしくお願いしましたがきちんと話を聞いてくれませんどうしたらいいでしょうか あなるほどね。まあ僕パッと、うん、56個の解決案が受かりますね。お願いします。まあ結局そのセキュリティが甘く、うん、まあ何とかしてくれよと言っても、うん、まあ動いてくれないわけですよね。うん、はい。そしたら、もう仕方ないんで、もう自分が門番になるってことです。<laughs> うん、オープンからクローズまで自分が門に立つっていうのが一つ。はい。それから、まあもう一つが、 あの役所かなんかに言ってみたらどうですかね<ー>その管轄の役所に行って、えー、先生に言ってるんですけれども、拉致開かないんですけど、なんとかなりませんかねみたいな、だからこの時にね、やっぱこう、腹を立てる人がいるわけですよ、うん、こんなに言ってるのにみたいな、うん、何もやってくんないんですみたいなヒ、ヒステリーな人いるじゃないですか、もうこれ、ヒステリーになった瞬間、も負けですから、はい、もういつも穏やかでいましょうね、うん、こういう問題が起きたときとかもね。 で、まあ、あと、まあ、役所に行く、うん、それか、えー、自分でセコムをつけるとかね。<laughs> それか、保育園のセ,保育のセコムを自腹で払ってね。うん、あの、それか、あの、ビジネスってね、面白いからね。 全部ビジネスっていうのは何かという一言で言うのであれば、うん、問題解決業なんですよ、ビジネスっていうのは。すべ、うん、てのビジネスは問題を解決していくのがビジネス。だから困ってる人がいるからそれを解決してあげて初めてビジネスとなり立つわけですよ。はい、だからもしこういう問題が起きたのであれば、それを自分でビジネスにしていくっていう方法もあるわけですよ。うん、角度を変えて考、ね、えそうそうそう。で、結局この方は、あのー、 そのお子さんがこう心配なわけですよね。そうですね。ええー、まあ、確率的には非常に低いけれども、はい、絶対ないとは言い切れないですよね。はい、まあ本当に治安が悪いとことか、まあ、ね、車が突っ込んでくるとか、ないつ何時何があるか全くわかりませんけども、はい、やっぱり僕はね、そういう時は、やっぱり子供が心配してるけども、子供が無事に帰ってくることがあるわけですよね。うん、もうほ,、まあ、ほとんど毎日無事に帰ってくるでしょ。そうですね。その無事に帰って、 てきたところにフォーカスをし、その部分に感謝をしてほしいと思います、ね、あ文句、文句ではないんですけど、心配ばかりしててそう、心配ばかりするのではなく、無事に、だってね、ね無事に帰ってくるって、それまた奇跡なわけですよ。うん、だから、その、ないものをあげつられて、その部分に文句を言うのではなく。うん 与えられてるものに感謝をしていく。だから、ああ、神様、今日も二人は無事に、まあ二人のか三人のかわかんないけど、今日もね、子供が無事に帰ってこれました、ありがとうございますって手を合わす方が、僕は問題解決になっていくような気がするんですよね。だからないものに対して文句不満を言うのではなく、そのように自分の思い通り、結局思い通りになってるわけじゃないですか。 うん、子供が無事に帰ってくるっていうのは自分の中で思い通りでしょ、うん、だからその思い通りになってる部分に手を合わせて感謝してみるっていうのはねこの当たり前のことに感謝するっていう姿が上から見てる人は、ね、すごく好きな行為なわけですよだからまあこの方もぜひ無事に毎日帰ってきてるわけですからその無事に帰ってきた日に神様ありがとうございますって手を合わせてみてたら、うん、現象は変わってくるかもしれないですよねはい、はい こんなんでよかったのかなもう時間もないんでね。うん、もうあっという間に時間も過ぎてきましたので、まあ今週はね、えー、この辺で終わりたいと思います。ということで皆さんまた来週会いましょう。<ー>さようなら。